お肉の気分で豚汁買ったから合うか分かんない合うかな、仕方ない。だってお話し会の前にさ、夜ご飯食べたらちょっと早すぎるでしょ。でお腹、あの話し会終わった後にさ、お腹すくし、終わった後になるとこの時間になっちゃうんですよね。仕方ないです。何が何だろう、エビフライ、違う、エビなんだか、するぐらい美味しいんだけど。エビ天か。エビフライじゃなかった、間違えちゃった。エビ天です。ご飯。温めた、温めてない。きっとみんなだったらご飯はやめとこうとか思うだろう。愛ちゃんとかソララとかだったら、私はがっつり食べる。何が何かは分からないです。でもこれはナスビさんですね。緑なので、緑じゃない、間違えた、もう色の識別もつかなくなってる。紫なので、私ね、あ、衣がかわいそう、脱げてしまった。多分めっちゃ食べ方独特。こうやって分けて食べたい人なんですよ。なんかわかる？この方が食べやすくない？え、なんか違うの、口で一緒にしないといけない。なんかわかる？なんかさ、一緒にさ箸に置けなくないですか？置けるよそえない？こうやってここに乗せられないんですよね。でそのまま口に入れれないから、どっちかに寄せて食べちゃう。あの函館名物焼き鳥弁当もそうです。焼き鳥とご飯を別にして食べます。エビ、待って、
同時進行しないと開けられないんですよね。3つ買ってきた。でもない、お箸を落とすとこでした。人参入ってるんですけど、どうしよう。うん、うん、うん、うまっ。こんな美味しかったんだ。この人参は多分無理な人参。どっか行った。食べられたくないんだ。ごめんなさい、いろいろとねぶつかりまくってる。どうやって開けよう、うん、これこうやって開けれないんだよね、確かハサミ必要なんだよね。でもハサミ近くにないんですよ。あ、開けれるやん。え、開けれるやん。もう開けれなかったね。開けられました。ちょっと待って、やっぱ無理。キャラ書きも開けないと。同時進行難しい。あ、開いた。え、クロミちゃん、今度こそクロミちゃん。前はポムくんとキティちゃんが出たんですよ。あ、いい匂いする。かぶりたくはない。でもクロミちゃんが大本命。いきます、せーの。出なかった。開かない。せーの、バン。ハンギョドンなんだけど、ハンギョドン、ハンギョドン、あんまり、ハンギョドンか、ありがとう、かわいいよ。ハンギョドン、ハンギョドンなんですけど、ハンギョドンか。クロミちゃんがいい。ハングドンはハングドンはそんなにわかんない。何のキャラクターですか、ハングドンって。見たことない。ハングドン、ハングドンのアニメ見たことないもん。次いきます、せーの。え、ハングドン、ハングドン、お前じゃないんだよ。私が欲しいの、みーはクロミちゃんが欲しいの。ハンギョドン、かぶりたくもないし。かわいいよ、かわいいんだけどさ。ハンギョドンかわいいよ、お前もかわいい。かわいいけどミユは違う、かぶっても欲しくないし、クロミちゃんが欲しかった。ねえ、ハンギョドンなんですけど、頑張ったご褒美にクロミちゃんじゃないの。今日頑張ったのに。楽しかったけどさ、今日は頑張ったんだけどな。はい、いきます、ラストです。これハンギョドン三連単は嫌だ。ちょっと、上からあるもの3つ、上から3つ取ったから全部ハンギョドンだったりする。いきます、せーの。お、ポチャッコでした。はい、残念、ハンギョドン三連単ではありませんでした。バラエティ的には良くない。ぽちゃこでした。かわいい。ねえ、クロミちゃんはいつ出てくれるわけ。かわいいよ、みんな、みんなかわいいんだけどさ、みーはクロミちゃんが欲しかったの。今日、今日はクロミちゃんでテンション上げようと思ったんだけど、まあまあいいか。クロミちゃんが出ない。クロミちゃんが出ない。クロミちゃん出たら皆さん水島みゆにください。
残骸はいらないのよ。いや、ハンギョドンも可愛いよ。もちろん可愛いし、全然好きだよ。でもクロミちゃんの気分だったの。ごめん、ハンギョドン。クロミちゃんがいい。ハンギョドンですかって、うまっ、うまっ。これハンギョドンじゃないけど、ハンギョドンですかって、すごい天丼。何が何か分かんないや、天ぷら。めくっていいかな、ごめんなさい、分かんない、めくったけど分かんないから食べちゃおう。一口で食べます。うん、クリオネ本物、水族館にいた。これって何？エビ？エビ2匹目？アナゴ？エビ2匹入ってるのかな？マイカ食べてみよう。エビでした。エビ大好き。初見だって、初めまして、ごめんなさい、食べてて。
エビ丼食べたい。エビ天丼食べたい。全部天丼のエビなの。あるかな。お話し会めっちゃ楽しかった。ありがとうございました。明日もお願いします。天獣って書いてるの知らなくてルンルンでお肉持ってきたと思ったけど美味しいから OK。 エビ食べた。みー、あ、あった。びっくりした。エビ全部食べたかと思った。びっくりした誰か食べられたと思ったけど、あった、あった。うんうん。ちょっとさ、ちゃんとさ、お話し会の感想を言いたいんだけどさ、ちょっと食欲が邪魔する。あ、そうだね、 TikTok も上がりました。公式 AKB の公式にあの夏の防波堤の踊ってる TikTok が、くるくるちゃんありがとう、ちち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 ありがとうが載ったので、いいねやコメントお願いします。溺れてます。身だと思って食べたら尻尾だった身尻尾食べない。あのね、野菜を取らないとと思ってスーパー行ってないからコンビニで野菜を買おうと思ってコンビニに入ったのにびっくり、帰ってきてさ買ったもの見たらびっくり。
野菜の代わりにみは豚汁を買ってました。あとキャラパケも3つ買ってて、あとねピノのいちごショートケーキも買ってた。おかしい。野菜の代わりにハンギョドン、まあ、ハンギョドンは魚なので。ピノ冷凍庫入れたよ。おっちょくしないよ、メイは。大根が美味しい。好きなものは途中で食べる。コウさんありがとう。クマオノピーさんありがとう。チチ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 チありがとうございます。美味しい。めっちゃ豚汁、豚汁豚汁どっちが正解。ね、人参、もう人参人参なんだけど、おいしい。なんか気持ちが落ち着きますね。人参はちょっと無理。だって大きいんだもん、ここの人参。千切りにされてたら食べるけど、千切ってないからもろ人参なんです。ほら、うん、オッケー。もう、なんか具を取ろうとするたびに人参が出てくる。でもそう、人参ね、食べなきゃいけないんだよ。知ってる。苦手なものはお湯入れる前に避けなきゃ。プロがいる。人参にも好かれてる。うん、うまっ、うまうま。今日もやることがまだ残ってるので、この時間に食べてもきっと大丈夫。大丈夫ってやったらタコ来た。ありがとう、たくまさん。
昨日ちょっとのんびりしすぎたから今日頑張らなきゃいけない残業か。そうそうなんですよね。みんなも残業残ってますか今日。みんな今日は寝る。みんな寝るまで夜だよね。寝るまで夜だから5時に寝たら5時が夜。サインの残業じゃないよ。もう書き終わったよ。サインはもう書き終わりました。あとはみんなの手元に届けるだけ。明日はお話し会は動物になります。明日は動物の日、忘れないようにしないと。そっちも動物になってくれるの？人の言葉通じるか分かんない。コウさんありがとうございます。明日のワンショットは貴重だね。ね、確かに。なんかワンショット完売出てないんですけど、結構ワンショットって大事な思い出になる気がする。サインもそうだけど。ということで、ぜひワンショットも思い出としていかがでしょうか。皆さん、ワンショットは今も完売ではございませんので、いかがでしょうか。お話し会待ってます。なんかヤスさんいいこと言っていいこと言ってるけど、どうしたの？ワンショット好き？うわ、タさんもなんかいいこと言おうとしてるけど。絶賛販売中です。絶賛販売中です。いかがですか？なんかさ、大丈夫なのかな。うん、大根も、あ、今のお肉か。何が何だか分かんなくなってきた。楽しいよ、オンラインお話し会。待ち受けにしようかな。してくれるの？してね。してよ。してください。天獣食べながらチョコ食べてると聞いて来てみました。あ、天獣。チョコレート。豚汁。来てくれてありがとう。覚悟ができたらもういけるよ。久しぶりにお話しか行くね。待ってるね。苦手だけど、でもリアルでも嬉しいよ。カベルネさん、クマありがとうございます。なんだっけ、
リアルお話し会も幕張の 4部どっちも完売出てて本当にありがとうございます。今本当の本当におすすめしたいのはね、7月8日、もうこのシングルの一番最後のお話し会の最後の部はいろんな人とお話しして終わりたいなと思うけど、でも日曜日の夜だからさ、きっとみんな次の日仕事だしあれだと思うので、8部じゃなくてもいいので7月8日いっぱい来てほしいなって思う。あ、すいません30日でしたすいませんすいません、あの30日でしたね、はい30日でございます。デヘペロデヘペロデヘペロ間違えちゃった。久しぶりにおっちょこしてしまった。まあでも8日はオンラインお話し会最後なので4日来ても欲しい、8日も来てほしいなみたいな、オンラインで会う水嶋美優も最後だよみたいな、画面越しに会う水嶋美優も最後だよみたいな、1対1であの話せるオンラインお話し会も最後だよみたいなとこあるからね、8日も来てくれたら嬉しいですよね。オンラインの最後は9日でございましたあれ？って呼べる？間違えてしまった、また間違えたやっちまったな、違うじゃねえかでね、そのポーズして可愛すぎるからミラーポーズミラーボールどういうこと、ちょっとミラーボールもらったからしなきゃいけない、ディベロちょっと恥ずかしくなったから、ありがとうミラーボール、ありがとう。ということで7月30日あたりをね待っております。30日だね、待ってます、いっぱい来てほしいなって思う。もう何部でもいいので最後のお話し会はたくさんの人に来てほしいな、しかも7月30日までにはきっといろいろなことがあるだろうきっとそうだね、コンサート前でもあるし、きっとこのね2ヶ月間でいろいろあると思うので来てほしいな。でね、確かに買いますきっと何かやるの、あ、いや、なんかあるっしょ、きっと、いや、わかんないけどわかんないけど、でも、7月はいっぱい撮ってても話す話題は尽きないと思う。さっきからみくしゃみしそうなの。好きなだけ注文しておいてほしい強すぎる、かっけえかっけえぜ、まあコンサート前でもあるし、くしゃみしないよ、みーはアイドル卒業するまでくしゃみしないって決めたの。タコありがとう。
明日って暑いですか？明日何着よう。明日はでも動物になるために動物に合った服にしなきゃいけない。くしゃみした日に電撃卒業発表大丈夫です、ちゃんと。今日ほど暑くない。でも今日みゆ寒かったんだよね。なんかみんな暑い暑い言うからさ、半袖で行ったのさ、あ寒かったんだよね今日。お魚ですか？暑い？変温動物。あのね、理科のね授業でね、なんか理科の先生がめっちゃねいじってくるタイプの先生だったんですよ。だからね、でよくね当てられてたの。なんかその水島さんここわかるみたいな感じでめっちゃ当てられるタイプだったんですよ。でなんかその変温動物か混合動物かみたいな授業の時、中学校の理科でね、で水島さん人間は変温動物ですか混合動物ですかって聞かれてさ、私混合っていうね言葉を知らなかったの中学校の頃。高温って何と思って、まあ、でも変温っていうから温度が変わるんだなと思って、で高温なんだっけ、高温動物だよね、あれ合ってる忘れた。なんかもう一つのやつあるじゃん。そうで、そっちがきっとあの何体温が一定なんだろうなと思って、で人間はでも熱出たりするし体温別に毎日変わるから35度9になったりとか36度4とかになったりするから変温動物だと思って、変温動物ですって言ったらクラスのみんなに笑われてものすごく恥ずかしい思いをしました。人間は混合動物らしいですよ。そんなんさ習うまでさ知るかよ、そんなそんな知らないから習うんだよ授業でと思ってなんでみんなそうやって絶対バカに笑ってるけどよ、絶対知らなかっただろうってめっちゃクラスの人に思ってました。絶対笑ってる、このみんなの中にも絶対知らなくてへえそうなんだと思ってた人いるだろうってめっちゃ思ってた思ってました。でもその先生は私がテスト前にワークを解いてて、で問題わかんないって言ったら問題わかんないって言われて、そしたら目の前に来てくれてちゃんと私一対一で教えてくれたんですよ。でもそれ説明してくれてもわかんないですもん、もうわかんないって言ったらわかんないって言ったらね、実験道具ねわざわざ出してくれたの。実験道具をわざわざ出してきてくれて、私一対一で実験をしてくれたんですよ。だからもうね優しいからね怒れないですだからそう怒れないです、その先生は何も悪くない、いい先生でしょ。優しい先生ばっかりでした、マジで。学校いい先生しかいなかった、小学校も中学校も高校も幼稚園もみんないい先生ばっかりでした。お闇だねって、お闇だね、あ、親身っていうの親身だね。親身でした。すいません。すいません。あ、そっか、親身か。あ、親身。親切みたいなね。そうそう。親身だね。
親身でした。親身になって相談にお聞くってその親身か、そういう時間。新芽みたいに日本語漢検3級持ってるんですけどね藤島さんはお読みに7月4日が最終日で、そうお読みで教えました。こりゃ7月もいろいろありそうだわそうありそうだわ。お闇流行るかな。明日は焼肉弁当だっていいね。明日なんだろうね、明日はなんだろう。みんなは明日何を食べますか。あ、あと2分やばいやばい。ランキング読みます。15位オノピーさんありがとうございます。14位ガミさんありがとうございます。13位ミカリンちゃんありがとうございます。12位ジロリンさんありがとうございます。11位ニシ君ありがとうございます。10位パンチョさんありがとうございます。9位ヨシヒロさんありがとうございます。8位クリンピーさんありがとうございます。7位ウルちゃんありがとうございます。6位クルクルちゃんありがとうございます。5位ジュンさんありがとうございます。4位タクマさんありがとうございます。3位ユキウちゃんありがとうございます。2位コウさんありがとうございます。1位はサオトメありがとうございました。今日の話し会もすごく楽しい一日でした。明日もオンラインお話し会ぜひよろしくお願いします。たくさんお話できるの待ってます。ポニーテールスクショ、でも制服で撮ったよポニーテール。今日漏れないんだよね。はい、ではじゃんけんグーおやすみすみ。あ、天丼おいしく、天重おいしかったです。ごちそうさまでした。皆さんおやすみすみ、バイバーイだ、おやすみずみ、また明日ね、バイバーイ。ならないね24時。あ、なった。